とうございます。大前コーチです。もうね、故郷の岐阜県でね、もう再度ね、こう踊らせてもらえてね、すごくね、僕もこう今からこう再出発だって感じですね。岐阜とのご縁は本当に、僕にとって深いものがあります。このオカリナも岐阜の土で作らせてもらってますので、もう40年以上この岐阜の土との関わりがあって、そして今日この全部岐阜の土で作ったオカリナも持ってきてますので、本当にこう里帰りしてる感覚があるんじゃないか、この笛も里帰りしてるんじゃないかなと、そんなつもりで今日は演奏させていただこうと思っております。
今度は皆様ご存知の、ふるさとを演奏してみたいと思います。それからもう一曲、一番リクエストが多いのは、コンドルは飛んでいくというのがありますので、今日は、このふるさととコンドルは飛んでいく、2曲を演奏してみたいと思います。Thank you.
当にずっと日常というお祭りとかいろいろ田植えとかいろいろみんなで集まってやってたことが今はできなくなってしまったと思うんですが、でもこれから収束したらそんな皆さんの笑顔とともに、本当の日常が戻ってきてくれたらいいなという思いで今日は、この天空のオリオンを演奏したいと思います。後ろの映像もなんかそんな心温まるような映像とともに今日は、演奏させていただきたいと思います。天空のオリオン。Thank you.
はい、どうもありがとうございました。大前浩一さんでした。ありがとうございました。今日はありがとうございました。じゃあ最後にちょっと低い方で、チェロのパブロ・カゾルスが演奏した世界の平和を訴えた曲、鳥の歌と、スペインの鳥はピースピースって鳴きながら空飛んでるっていうことをお話しながら、ケネディの前でホワイトハウスで国連の席で演奏した素晴らしい曲があります。これを演奏します。